レットたちは？もう中に入ったみたいね。早く。レネゲードと呼んでいるわ。なんか混乱する話だな。とにかくここにいる連中はディザイアンじゃなくてレネゲードって言うんだな。まあどっちでもいいけどよ。どうやらレネゲードはディザイアンと対立しているようね。わざとよく似た姿をしているのにも理由があるのでしょう。わかった。俺たちはディザイアンによく似た組織レネゲードに助けられた。それはそれでいいとして、あのユグドラシルとかいう天使は何者なんだ？それにクラトスは？そのことなんだけど、ユグドラシルが残した言葉を覚えていて。これは推測だけれど、マーテル教会を信仰する神の機関クルシスはディザイアンと同じ組織ではないかしら。待ってくれ、わけがわかんねえよ。落ち着いてロイド。ディザイアンがクルシスの一部あるいは手先だと考えれば辻褄は合うの。ディザイアンご聖人も前にユグドラシルがボスだって言ってたよ。僕覚えてる。そして私たちの目の前に現れたユグドラシルも言っていたわ。自分はクルシスとディザイアンを滑るものだと。ディザイアンとクルシスが同じ組織なら、じゃあクラトスは？ユグドラシルに頭を下げたあいつは本当に。ああ、敵だったんだよ。私たちを裏切ってたのさ。あいつは自分で名乗ったんだよ。クルシスの四大天使だってさ。おそらくクラトスはユグドラシルの部下なの。コレットが世界再生の旅から逃げないように監視でもしていたんでしょ。俺たちは最初からずっと騙されてたってわけか。レミエルにもクルシスにもクラトスにも。お目覚めですか。それでしたら隣の部屋へどうぞ。我々のリーダーがお待ちです。ようやく目覚めたか。お前らがレネゲードなのか。そう、我々はディザイアンに、いや、クルシスに対抗するための地下組織だ。じゃあク
クルシスとディザイアンは本当に同じ組織なのか。その通りだ。クルシスは表でマーテル教を操り、裏ではディザイアンを進めている。ディザイアンはクルシスの下位組織なのだ。マーテル教はクルシスが世界を支配するために生み出した方便に過ぎない。天使と名乗ってはいるが、奴らはクルシスの奇跡という特殊なエクスフィアを用いて進化したハーフエルフなのだ。当然神などではない。もっともマーテル教会もミコもそんなこととは知らないはずだがな。あいつらもハーフエルフなのかい？ああ、ディザイアンの一部もクルシスも、そして我々もハーフエルフ。クルシスは何が目的なんだ？世界を支配するためだけにこんなことをしているのか？すべて我々に聞くつもりか？少しは自分の頭を使ったらどうだ？女神マーテルの復活かしら？マナの血族に神託を下し、婚姻を管理して器となる巫女を作り上げている。かなりまだるっこしいやり方なのが気になるけれど。ほう、見事ですな。シルバラントには互いにマナを搾取し合うもう一つの世界がある。テセアラだな。そしてこのいびつな二つの世界を作り上げたのがクルシスの指導者ユグドラシルだ。世界を作る？バカバカしい。そんなことできるわけないよ。そう思うのならここでこの話は終わりだ。待てよ。二つの世界を作ったのがユグドラシルなら、お前たちはそんな連中相手に何をしようとしてるんだ？それだけじゃない。お前たちはコレットの命を狙ってた。俺のこともだ。到底味方とは思えない。それなのにどうして俺たちを助けたんだ？まんざらバカでもないらしい。何？我々の目的はマーテル復活の阻止。そのためにはマーテルの器となる巫女が邪魔だったのだ。もっとも巫女は完全天使と化してしまった。今の巫女は防衛本能に基づき敵を殺戮する兵器のようなもの。下手に手出しはできん。しかしマーテル復活の阻止という我々の目的を果たすため最も重要なものすでに我らが手中にある。もう巫女など必要ない。なんだ。我々に必要なのは貴様だ、ロイド・アビン。俺が一体何だって言うんだ？貴様が知る必要はない。ロイドを捕らえろ。ユアン様！いかん。肺までの傷が開いたか。クラトスめ、どこまでも私の邪魔をする。肺までの傷だと？まさかあの時クラトスを襲ったのは。ロイド、何やってんだ。